マイナス10キロ、綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。今流行りのコーヒーダイエット。でも、ちょっと待ってください。これ知らないと、逆に太ってしまった、便秘になってしまった、健康を害してしまった、などなど大変なことになります。そこで、今回はコーヒーダイエットのメリット、デメリット。では、具体的にどうすればよいのか、一番痩せるコーヒーダイエットの簡単な方法を分かりやすくお伝えします。よくコーヒーを飲むと痩せる、コーヒーは便秘を解消してくれる飲み物、一方でコーヒーを飲むとお腹が緩くなる、コーヒーを飲むとかえって便秘になった、などなどいろんな情報があるので、一体何が正しいのかよくわからないという方は特にご覧いただきたい有益な情報になっています。ぜひ最後までご覧くださいね。腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わることで、健康で綺麗に痩せて輝く女性をたくさん増やしていきたいって思いを込めて配信しています。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てください。では早速、コーヒーダイエットの1メリット、2デメリット、3一番痩せるコーヒーの飲み方の順でお伝えしていきます。では早速メリットについてお伝えします。メリットその1、便秘改善。その理由は腸の蠕動運動が活発になるから。例えばコーヒーにはカフェインが含まれているのはもうご存知ですよね。このカフェインが大腸などの臓器を刺激する作用があるので、結果腸の蠕動運動を活発にしてくれるんです。この蠕動運動というのは、腸が食べ物を消化した後に腸の外に出そうとする腸の動きのことです。なので蠕動運動が活発になることで便が出しやすくなります。カフェインの他の作用として、大腸の大部分を占める結腸などの筋肉をリラックスさせる作用もあるんです。カフェインによる腸への刺激と腸の筋肉のリラックス効果によって便意がより感じやすくなると言われています。なのでメリットその1は便秘改善。メリットその2、腸内環境が整う。その理由は善玉菌が増えるから。コーヒーオリゴ糖って聞いたことありますか？コーヒーオリゴ糖の正式名称はコーヒー豆マンのオリゴ糖です。このコーヒーオリゴ糖は主に腸の動きを助ける作用があるんです。このコーヒーオリゴ糖は消化されにくいので、そのまま腸でビフィズス菌や乳酸菌などの餌になることができます。結果善玉菌たちが活発になって腸の働き良くなってで腸内環境が整うんです。なのでメリットその2は腸内環境が整う。メリットその3は脂肪燃焼効果。その理由は脂肪の分解を促す成分が含まれているから。例えばコーヒーに含まれているカフェインやクロロゲン酸、ポリフェノールの一種ですね。こういったものには脂肪の分解、燃焼の作用があるんです。カフェインが脂肪を分解して肝臓の消化酵素分泌を促すので、結果脂肪の燃焼効果がアップするんです。またクロロゲン酸はカフェインの働きで分解された脂肪酸の排出を促してくれます。なのでメリット3は脂肪燃焼効果。ここまでメリットだけのお話を聞くと、なんだコーヒーって体にもダイエットにもいいやんって思うかもしれません。ただし今からお伝えするデメリットを知らないと、逆に太ってしまったり便秘になってしまったりするんです。ではどうすればよいのでしょうか？その方法はシンプルです。それはコーヒーのデメリットを理解した上で、後ほどお伝えするコーヒーを飲めばいいんです。そうすればコーヒーダイエットの効果を倍増させることができます。ではここからはデメリットをお話します。デメリットその1は便秘になる。さっきメリットで便秘改善って言ってたのに、どういうこと？と思いましたよね。その理由はコーヒーに含まれる成分を取りすぎることで逆に腸の動きを抑制してしまうから。例えばコーヒーの渋みの元になっているタンニンや苦味の元になっているクロロゲン酸など、これらの成分が便秘を悪化させることがあるんです。これらはポリフェノールの一種で、抗酸化作用や殺菌作用など体にとって良い影響を与える一方で、胃腸の働きを抑えてしまったり、なんと便を固
くしてしまう作用があるんです。過剰にコーヒーを飲むことによりクロロゲン酸が胃腸の働きを抑えるので、それが便秘につながると考えられます。なのでコーヒーの飲みすぎには気をつけていきましょう。またコーヒーに含まれるカフェインには利尿作用といって、体内の水分を尿として排出しようという働きが強くなるんです。便秘の解消にはたっぷりの水分が必要になりますから、この利尿作用の結果腸内が水分不足になってしまうと便が硬くなることにつながります。便が硬いと排便しづらくなりますから便秘が悪化します。さらに腸活の観点から申し上げますと、コーヒーは体を冷やす飲み物なんです。胃や腸などを冷やすことで内臓の動きが悪くなるので、結果下痢や便秘などにつながります。なのでデメリットその1は、飲みすぎると便秘になる。デメリットその2は、消化器への悪影響。その理由はカフェインの摂りすぎで腸に刺激を与えすぎるから。例えばコーヒーを飲んだ後になんか胃がムカムカする、こんな経験をした方いらっしゃいませんか？カフェインの摂りすぎで神経が過剰に興奮させられると、もちろん消化器官へも刺激が及びます。そのため下痢や吐き気、そして頭痛や腹痛など様々な症状が出てくるんです。またカフェインには胃酸の分泌を促す作用があるので、胃酸過多になる可能性もあります。特にお腹の調子が悪い時はコーヒーは控えましょう。デメリットその2は、消化器への悪影響。デメリットその3は、不眠などの脳神経系への悪影響。その理由はカフェインは化学物質の一つで薬物としての側面も持っているから。例えば眠気覚ましの効果があるカフェインを取りすぎると眠れなくなってしまうというのは皆さんご存知ですよね。カフェインは脳内で眠気を作ったり神経を落ち着かせるなどのアデノシンという物質の働きを抑えてしまう効果があるので、結果眠気を覚ますことができるんです。このように睡眠不足だと痩せるホルモンがうまく作れず、ますます太ってしまいます。またカフェインの摂りすぎによって神経が過剰に刺激されると、興奮や不安感など精神状態に異変が生じる可能性があります。その他にもめまいや震え、心拍数の増加などこのような症状が出る場合もあるんです。さらにカフェインは風邪薬や鎮痛薬などに配合されることもあります。薬を飲みすぎてはいけないように、カフェインのような薬理作用がある物質も取りすぎ注意です。普段何気なく飲んでるコーヒーが、実は知らず知らずのうちに私たちの体に悪影響を及ぼしている。そう考えると本当に気をつけたいですよね。なのでデメリットその3は、不眠症などの脳神経系への悪影響。それではここまでメリットデメリットを知った上で、一番痩せるコーヒーの飲み方を詳しくお伝えします。ぜひ最後までご覧くださいね。痩せるコーヒーの飲み方その1は、朝飲むです。その理由は、朝の一杯で腸を動かすことができるから。例えば朝からコーヒーを飲むことで胃酸の分泌が促進されて食べ物の消化をアップさせます。胃と腸はつながっています。胃の動きが活発になればもちろん腸の動きも良くなりますね。朝からお腹すっきり、便秘の改善にも役立ちます。なので痩せるコーヒーの飲み方その1は、朝飲むこと。痩せるコーヒーの飲み方その2は、ホットで飲むこと。その理由は、コーヒーは腸を冷やす飲み物だから。例えば先ほどデメリットのコーナーでもお伝えした通り、コーヒーは体を冷やす飲み物でしたね。そうすると内臓が冷えてしまうので、結果内臓の動きが落ちてしまって便秘や下痢につながります。なのでアイスコーヒーではなくて必ずホットで、そして量は1日あたり1杯か2杯までとしましょう。なので痩せるコーヒーの飲み方その2は、ホットで飲むこと。痩せるコーヒーの飲み方その3は、大豆製品と組み合わせで飲むこと。その理由は、ダイエット効果が倍増するから。例えばこれからお伝えする痩せるコーヒーには、
きな粉を入れます。そのことで1、便秘解消の効果がアップ、2、血糖値の上昇を防ぐ効果がアップ、3、生活習慣病を予防する効果がアップ。きな粉のダイエット効果を詳しく知りたい方は別動画ご覧ください。この動画のコメント欄にリンクを貼っています。ということで、ここからはダイエット効果もコスパも最高の痩せるコーヒーレシピご紹介します。それはきな粉豆乳コーヒーです。材料1人分です。1、オーガニックコーヒー 200ml、 2、国産大豆きな粉大さじ1、3、オーガニックの無調整豆乳を適量。以上の材料をよく混ぜたら完成です。今回は全ての材料イオングループのスーパーで購入してきました。まずは朝にホットで一杯から召し上がってくださいね。ということで、痩せるコーヒーの飲み方その3は大豆製品と組み合わせで飲むでした。ここまで動画を見てくださったあなたはもうすでに腸活ダイエットの一歩を踏み出していらっしゃいます。頑張ってるご自分のことたくさん褒めてあげてくださいね。根本的な痩せ体質へと生まれ変わって、心も体もすっきり綺麗になったご自分をイメージしながら、美味しく楽しく腸活ダイエット取り組んでいきましょう。それでは今すぐ取り組めるように今回の復習をします。ぜひ最後までご覧ください。こちらの LINE 公式では、あなたの人生を変えるほどの気づきを与えるための動画をプレゼントします。それは10年間太り続けた40代50代の女性、私の生徒さんが1ヶ月でマイナス3キロ、3ヶ月でマイナス10キロ、6ヶ月でマイナス27キロ、そしてウエストマイナス35センチを達成するために実践した腸活ダイエットの方法を解説した動画7本。この動画の内容であなたが痩せるための気づきを得たら、1ヶ月後あっという間に痩せてしまうための内容だと自負しています。プレゼントの受け取りは概要欄の公式 LINE から受け取れます。その他にも公式 LINE ではダイエットの実践に役立つ1ヶ月で痩せ体質になるための食べて痩せる1ヶ月分合計90食分の腸活メニュー、自分の体質に合わせたダイエットのためのチェックリスト、今日からすぐに実践できる腸活ダイエットのレシピ、これらの特典も含めて合計15大特典を無料プレゼントいたします。これらの15大特典は私の公式 LINE で無料で受け取れますので、動画下の概要欄からぜひ登録してみてください。この他にもこのチャンネルでは腸内環境を整えて根本基本的な痩せ体質へと生まれ変わるための情報をできるだけ分かりやすくお伝えしています。なのでそういった情報をこれからも見逃したくないっていう方は、ぜひ今のうちにチャンネル登録とその隣のベルマークのクリックもお願いします。では最後に今回の動画の大事なポイントを復習して、早速実践できるようにしていきましょう。コーヒーダイエットの効果を倍増させる飲み方は、1、朝1杯からスタートすること、2、ホットで1日2杯まで、3、きな粉や豆乳などの大豆製品と組み合わせて飲むことでしたね。そうするとコーヒーのデメリットからも解放されて、腸に負担をかけずにしかも美味しく続けることができます。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンや実際に取り組んでみたご感想などコメントでシェアしてくださいね。私がお伝えしたことをコメント欄にアウトプットするだけで即実践につながります。次回も腸内環境を整えて根本基本的な痩せ体質へと生まれ変わるための情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録してお役立てください。それでは次回の動画でお会いしましょう。